モンキーシステムすなわちすべての人が彼自身のためにと題された1831年の風刺漫画。ヘンリー・クレイが入ってきて新しく改良されたオリジナルのアメリカシステムを見てくれと言っている。猿の檻にはそれぞれ地、消費、国内、改良と記されている。この漫画は国内経済の様々な部分を表す猿たちが互いの資源を盗み合っており、 コメンテーターは偉大なあるいはザレ事と言っている様子を描いている。アメリカシステムとは19世紀前半のアメリカ合衆国の政策で重要な役割を果たした重症主義的経済計画である。当初はアメリカンウェイと呼ばれた。アレクサンダー・ハミルトンのアイディアであるアメリカ学派に起源があり、3つの互いに補完し合う部分、すなわち アメリカの製造業を保護し促進する関税、商業を奨励する、国定銀行、農業の利益が上がる市場を開拓するための道路、運河など、内国改良への補助金で構成されていた。ケンタッキー州選出アメリカ合衆国会議員のヘンリー・クレイが、この計画の最も積極的な推進者であり、アメリカシステムという名前を初めて使用した。アメリカシステムは、 アメリカ合衆国を強化し、統合を続ける計画として、ホイッグ党とヘンリー・クレイ、ジョン・カルフーン及びジョン・クイン・シー・アダムズなど多くの指導的政治家によって進められた。この計画には次のように、連邦主義の新しい形態が含まれていた。関税には、アメリカ合衆国中西部から反対の声が上がっていたが、都市部の工場労働者が、 中西部の生産する食料の消費者になるので、中西部はこの関税を支持するべきだというのが、クレイの主張だった。クレイの見解では、やはり効率関税に反対する南部も、北部の工場が南部の生産する綿花の市場になるので、効率関税を支持すべきだということだった。この主張は根拠が弱かった。南部は、 実際にアメリカシステムの考え方通りには動かず、面許の大きな市場を国外への輸出に頼っていた。アメリカシステムの一部は、連邦議会によって法制化された。第2位が中国銀行が1816年に20年間限定で認証された。公立関税は、アレクサンダー・ハミルトンの時代から1832年まで維持された。 しかし、内国改良については、適切に資金手当てされたとは言えなかった。これができなかったのは、そのような使い道に関する、地域的な嫉妬や、憲法論議が災いしていた。アメリカシステムは、全体的に見れば、成功とは言えなかった。1830年、アンドリュー・ジャクソン大統領は、連邦政府がメーズ、メイズビル、ワシントン、パリスを呼び、 レキシントン有料道路会社の株を購入する法案について拒否権を発動した。この会社は、レキシントンとオハイオ川をつなぐ道路を建設するために組織化されており、その本社はケンタッキー州に置かれることとされていた。ジャクソンがこの法案に拒否権を使ったことは、クレイトの個人的な確執、及びイデオロギー的な反対が原因だった。 輸入品に対する20ないし25%という保護関税は外国との競合から国内企業を保護するものだった。連邦議会は1816年関税法を成立させヨーロッパ製品のアメリカでの価格を上げ国内消費者には比較的安いアメリカ製品を購入するよう奨励した。国定銀行は 単一通貨の流通を促進し、貿易を容易にし、民間の金融機関から借金するのではなく、連邦政府が発行する債券である国家信用と呼ばれるものを発行することが意図された。1816年、連邦議会は第二合衆国銀行を創設した。特に交通体系を整備する国内インフラの改良は国内交易を容易にし、 交通を迅速にするものだった。それまでのお粗末な道路では、交通に手間取り、費用もかかっていた。この計画は、ヘンリー・クレイト・ダニエル・ウェブスターの指導するホイッグ等の、提唱する政策の中でも主たるものだった。この計画は違憲だという論点で、アンドリュー・ジャクソン、マーティン・バン・ビューレン、ジェームズ・ポーク、フランクリン・ピアース及びジェームズ・ブキャナンの指導した。 民主党に反対され、南北戦争の時代までこの構図が続いた。アメリカシステムの下で創設された重要な内国改良の事例として、カンバーランド道路がある。アメリカ合衆国上院のサイトには次のような記述がある。ヘンリー・クレイのアメリカシステムは、米英戦争の後で愛国主義が盛り上がる中で策定され、国内の農業、商業及び、 工業の調和を取り、バランスを取るために計画された、政府公園の計画の中で、歴史上最も重要な例であり続けている。このシステムは、互いに補完し合う三つの部分からなっている。すなわち、アメリカの製造業を保護し促進するための関税、商業を奨励する、国定銀行、農業の利益が上がる市場を開拓するための道路、運河など、 内国改良への連邦助成金だった。これら助成金の資金は、関税や公有地の販売で手当てされることとされた。クレイは、地方経済の相互依存性を活発に維持していけば、自由貿易と自由法人主義を掲げる、イギリスシステムに、再び従属する、可能性を排除できると主張した。 アメリカ合衆国上院ウェブサイト国防予算アメリカ海軍のフリーゲート艦上備軍と民兵隊の連邦による統制道路と運河を建設するための連邦政府による支援製造業を奨励する保護関税第1合衆国銀行の再設定集の負債のうち一部を連邦政府による肩代わりありがとうございます